はい、オージスジョーカーです。今日話したいトピックは、福岡かの、の、どこか忘れましたが、ドッグカフェがあるそうです。で、その名前が、花太郎だったような気がします。花太郎。で、そこは、ドッグカフェで、イタリアンとメキシカンの料理が食える、というレストランだそうです。まあ、カフェが正しい。で、なんでその情報を知ったかと言いますと、僕はFacebook のタバコの煙に困ってる人が集まるグループに入っているんですけれど、で、それでなんか一人のメンバーがこういう情報を投稿してたわけです。名前は言いません。そこのドッグカフェではなんと、つまり喫煙可能なところがドッグカフェということです。これは許せることでしょうか？で、僕は後調べした際に、なんだっけ、メキシコ料理あるいはイタリア料理というのを聞いて、もう頭にていうぐらい怒りました。はい、もうそんくらい怒りました。なぜなら僕のお父さんが、メキシコ系なんで、もうこれは許せません。はい。なんで許せないかというと、メキシコの食文化をそういう風に、タバコの煙で、かき消す。あるいは、メキシコ料理はこれ、世界文化遺産に入っているんです。それに、泥を塗るようなこと絶対に許せないわけです。もしあなたが仮に日本人で、こういう日本のあの食文化を喫煙で塗られたら怒りますよね。それと同じくらい怒ってるんです。もうこのレストラン、いや、カフェのオーナーには、もう日本全国のメキシコ人あるいはイタリア人にもう土下座してもらわないと困る。はい。あと犬にも謝れ。これね、江戸時代だったらね、もう首切り落とされてますよ。首切り落としていいのかな。はい。もうこれ死刑じゃ済まされない。俺はね。もし、この動画を見ている人の、と、あるいは、見ている人の友達、あるいはその友達が、アニマルライツの考え方に肯定的であったら、もしこのことを、もう、拡散してほしいです。下の方にリンク貼っておきますんで、こちらもチェックしてみてください。Facebook で、意見を送ると消されてブロックされる恐れがあるので、他のサイトから、ご意見ご要、あ、ご要望、あ、とにかく意見を送ってくれるといいかなと思います。はい。どんなことを言おうとしたのかな。たまには、英語の時の動画と同じぐらいの尺じゃないとフェアじゃないからな。はい。つまり、まあ、喫煙家なんですけど、分煙と書かれてあったんですけど、分煙をやるには、分煙をやって、それに、タバコの煙を防ぐには、こうするしかないんです。実は、竜巻と同じぐらいの威力がないと、防ぐことはできません。論理的には。何ヘクトパスカルかは、覚えてないんですけど、そんなことしたらどうなると思いますか？もう、簡単にわかりますよね。もう、周辺の街がね、崩壊するんですよ。よく考えりゃ。それもわかんないのがって話ですよ。はい。で、本当に、マシな方法でタバコの煙を、防ぐんであれば、もう完全禁煙に進むのは普通なんですよ、それは。は
あと、なんだっけ、同じ福岡で前投稿したやつで、なんか、北九州市の中学生が、モノレールの線路の上に、飛び乗って寝転んでタバコ吸うやつがいた。とにかくね、福岡の教育委員会がおかしいから、そういう大人になって、そういう毒カフェを作るんだなっていう連鎖ですよ、これ。福岡県がおかしい。福岡県が悪い。これ、ミカエラが知ったら怒るだろう、本当。まあ、福岡の、教育委員会に要望書を送りたいかなとは思います。あと保健所とか、動物愛護センターに。はい。これが唯一の望みですね。もし、アニマルライツ団体です。団員の方がいましたら、これ拡散してもいいので、はい。よろしくお願いします。あと2分ぐらい喋ろっかな。はい。とにかくアニマルライツもそうなんですけど、僕としてはもう、メキシコ料理屋でタバコ吸うところ、もう絶対に許しません。絶対に。なぜなら、メキシコ、ここでは飲食店での、喫煙は禁止です。まあ僕は3回しか行ったことないから分かんないんだけれど、アメリカの、メキシコ料理はもう絶対禁煙です。それがなんでできて日本ではできないんだっていう話になります。もうふざけてますよ。ちなみに禁煙の歴史っていうのはね、世界で初めて、ね、禁煙政策出したのはね、ナチスだって言われてますけど、あれは嘘です。本当はメキシコが一番最初なんです。はい。詳しくはウィキペディアを見てください。まあ一応簡単に言っちゃえば、喫煙者はテロリストです。完全な。はい。喫煙者ほど、血を流さない、テロはないでしょうね。トランプが、イスラム教徒の入国を禁止にして、テロリストを排除するとかって言ってますけど、そんなことするよりも、ヘビースモーカーの入国を禁止にした方が手っ取り早いですよ。そうすればテロリストもいなくなる。はい。日本もそうするべきです。日本がやるのはヘビースモーカーの、入国を禁止にしてください。今すぐに。例えばフィリピン、中国、あとどこだっけ？そういうところからのヘビースモーカーの、ビザの発給もなければ入国も禁止にしてくれれば、日本も、あとアメリカも、Make great again にはなるかなとは思うんですけど、とは言っても私はトランプは支持してないんで、はい。まあそんなとこかな。では、ちょっと英語版よりも尺が長すぎましたけれど、登録と、高評価、あとコメント下の方にお願いします。では